視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。2018年、ブラックフライデーセールが終了しました。ブラックフライデーセールというのは、アメリカの感謝祭に、関連して、行われるセール。まあ、いろんなものが安くなる、セールなんですけれども、最近はね、日本にもそのブラックフライデーの流れっていうのが来ておりまして、いろんな、企業、いろんな、小売店が、セールをやっております。このブラックフライデーセール、音楽制作家にとっては見逃せない、セールでございまして、というのも、輸送料がかからない、コンピューターをベースにした音楽制作のソフトなどを、非常に、安く購入することができる、そんな期間なんですね。今年のブラックフライデー、例年以上にいろいろ買い物をしてしまいました。今日は、これから、僕がこのブラックフライデーで購入した商品をご紹介していきたいと思います。紹介した商品の詳細がチェックできる URL を説明欄に記載しておきますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。まず、僕が、この2018年のブラックフライデーで一番最初に購入したのが、ボボックスの、ソノラスダイレクト S シリーズバランスドケーブル、これちょっとね、読み方が合ってるかどうかわからないんですけれども、こちらは、オーディオインターフェースとスピーカーを接続するケーブルになります。まあ、以前からこのボボックスというメーカーの、ケーブルっていうのはすごく気になっていまして、とにかく音がいいらしいと、いうような噂を、かねがね聞いておりました。現在僕は親出というメーカーが、出しているケーブルを使用しているんですけれども、まあ、こちらも、DTM 音楽制作をする人にとっては非常に有名なブランドで、すごく評判もいいんですけれども、この親出のケーブルを、超える、素晴らしい商品だっていうような話をね、前々から聞いておりまして、まあケーブルとかその音を良くする機材っていうのは割とオカルトチックなところもあって、なかなか手が出しづらいところではあるんですけれども、今回ブラックフライデーのセール期間中 40% オフの、割引、実施しておりましたので、この機会に、思い切って購入してみました。僕が買ったのは2メートルの TRS-XLR OS、このタイプを、2本購入しました。定価が1本12,312円、それが 40% オフで1本7,387円と、これなかなかいい値段しますよね。これケーブル1本に7,000円8,000円っていうのはちょっとね、勇気のいる、買い物、僕にとってはそういう買い物だったんですけれども、思い切って、買ってみました。これ商品届いたら今使ってるケーブルと比較して音質どうなのかみたいなテスト、していきたいと思ってますので、そちらの様子も動画にして皆さんに、公開したいと思っています。ぜひぜひお楽しみにお待ちください。続いて、こちらはもうツイッターの方でも、買ったぞーっていう、つぶやきを、夜中にね、していたんですけれども、アイゾトープの O8N2 バンドル、こちらは、オゾン8という、ソフトとニュートロン2という、ソフトがセットになった、商品でございます。どちらも、DTM、DAW 上で、動くエフェクトのソフトですね。主に、音質を整える、目的で使うソフトです。ニュートロン2っていう方が、各トラックに、インサートをして、そのトラックの音を整える、総合的なツールで、オゾン8っていうのは、マスタートラックに挿して、マスタリングの用途、全体のトータルの音質を整えるために使うソフトで、これはどちらも非常に有名なソフトで、以前僕このオゾン8とニュートロン2のセミナーに参加したこともあります。そちらの様子っていうのも動画にまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチェックしてみてください。でこちらもですね、やはり、定価で買うと結構いい値段するんですよ。で確実に自分の作る音楽のクオリティ1段階上に持っていけるみたいな、それぐらい評価の高いソフトなので、いつ買おうかなっていうのをずっと悩んでたんですけれども、どうしてもね、新しい、音源を買うとか新しい楽器を買うとか、そういったものに比べるとワクワク感
が、まあ、薄いというか、ちょっとどうしても、ね、後回しにしがちな部分ありまして、ずっと、購入を、見送って、きました。ですが、まあ、この機会に、ブラックフライデーで、今回は 50% オフの、セールやっておりましたので、思い切って購入してみました。これが、購入価格が 37,692円でした。早速、今制作している楽曲に、使用して、まあいろいろ試しております。まだ少ししかいじれてないんですけれども、がっつりいじって、感触がつかめたところで、またこちらも紹介動画レビュー動画みたいなものを作ってみようかなと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。続きまして、DJI の、Osmo Mobile 2、こちらはスマートフォン用のジンバルでございます。 DJI っていうメーカーは、カメラの撮影機器とかドローンとかを、たくさん出している、まあその世界では、かなり有名なメーカーでございまして、この Osmo Mobile 2っていうのは、スマートフォンを装着して、使用するジンバルスタビライザー、と呼ばれるものです。普通にスマートフォンを手に持って撮影をしているとどうしても手ぶれしてしまう、まあ、それが自撮り棒に変わったとしてもやっぱりこう持ち手がこうグラグラグラっと動いてしまうことで映像がブレてしまうという問題がありますが、このジンバルっていうのはまあすごくね、賢い機械で手の揺れみたいなのをしっかり感知して、それに合わせてグイングイングインってこう同じだけ動いてブレないように調整してくれるみたいなね。さらには、手元にコントローラーみたいなのがついてて、ジョイスティックを操作することで、カメラをこうグーンってね、パンしたりとか、あとは、タイムラプスとかでなんかすごい面白い映像が撮れたりとか、いろいろね、遊べるみたいです。これもずっと前から気になっていたんですけれども、今回ブラックフライデーのセールで 30% オフの割引がありましたので、この機会に、購入してみました。まあ、今年も残すところあと12月、だけですけれども、12月ちょっと地方に、お仕事で、何度か行く機会がありそうで、地方仕事のお供になんかおもちゃ感覚で、ちょっと持ってっていろんな面白い動画映像を撮れればいいなーなんていう風に思って、この機会に買ってみました。定価が 16,800円、これの 30% オフで 13,500円で、購入しました。まあスマートフォン用のジンバルの中ではかなり、安い部類に入ると思います。この商品は、レビュー動画いろいろ見てみたんですけれども、ちょっとね問題もあるみたいで、どれぐらい、うまく使いこなせるかっていうのはちょっと未知数な部分があるんですけれども、こちらも、商品届いて、実際使ってみてどうだったかっていうところ、動画でご紹介したいと思いますので、お待ちください。最後に、洋服を何着か買いました。ラファというサイクルアパレルブランドで、セーター2着と長ズボン。長ズボンって言い方なんかもうおしゃれじゃないなっていう感じバレちゃうんですけれども、まあロングパンツ、そういったものを買いました。こちらは、通常価格の 30% オフで全て購入することができました。まあ、僕は、自分でねあんまりこうおしゃれのセンスがない、まあ、センスもないし興味もあんまりないっていう風に、自覚をしておりまして、普段洋服選びすごく、困っているんですけれども、もうねこう選択肢をバーって広げていくともう何を選んだらいいかわからない、どうしようどうしようってこう、ね、間違ったものを選んで、結果合わせてみたらすごいダサくなるみたいな、そういうのがこう目に見えているので、僕は趣味のロードバイクに関連するブランドの洋服に絞っていつも洋服選びをしています。ロードバイクとかロードレースにインスパイアを受けたブランドの洋服っていうのは背中にポケットがついているものが非常に多くて、まあそれが、アイコンといいますか、一つの特徴なんですけれども、まあそのサイクルアパレルブランド、ロードレース、ロードバイクに関連するブランドの中でも、背中にポケットがついているものを、厳選して、選んで、買っています。で、普段も着ています。なので、僕は今持っている洋服のほとんど、に、背中ポッケがついているという状態でございます。結構どこ行っても評判良くて、何これかわいいみたいな感じでねこうポケットに手突っ込まれたりとかね、まあ、嫌がらせっていうわけじゃないですよ。結構ね
話のネタにもなったりするので、まあ引き続きこの背中ポッケ方針っていうのを続けていこうかなと思っております。まあこちらに関しては紹介動画を作るっていうことはないと思いますが、届いたら、着ると思いますので、まああんまり見たことのない服着てるなっていうふうに、思った方はね、それこの間買ったやつですかみたいな感じでコメントしていただけるとすごく嬉しいです。ということで、本当にね、結構買っちゃいましたね。なんか、割と僕、このパクユーチャンネルでアップしてる動画とか生配信とかで、最近、割と忙しいんだよ、みたいなことを言ってると思うんですけど、忙しくしてると、なんか、それなりにお金持ちにもなるんじゃないか、みたいな、こう、錯覚を起こして、物欲がね、こう、どんどん湧いてくるっていう、非常に危険な状態でございます。まあ、多分ね、一応言うても、ちゃんと計算はしてるんで、破産するようなことはないと思うんですけれども、1ヶ月後、2ヶ月後の、請求がちょっと怖いなっていう感じです。まあ、お金使った分、一生懸命、働いて、一生懸命いい音楽作って、で、いっぱいね、お金稼いで、頑張っていこうかなと思っております。ということで、皆さんのブラックフライデーのお買い物、もうぜひ聞かせてください。コメント、気軽にお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。